裏使いマスクのご紹介をいたします。今手作りマスクを作られる方が多いと思いますが、スワニーでもですね、無地のガーゼが今品薄の状態が続いているんですね。でそこで、マスク作れるガーゼがないって困っている方に向けてスワニーからの提案があります。このようにですね、ちょっと派手めなこうはっきりとした模様のガーゼ生地もあると思うんですね。でこういったちょっと派手めなね生地でこうマスクをね、お顔につけるマスクをちょっと作るのをためらってしまって躊躇しちゃうわっていう方におすすめの作り方があります。でこちらの生地ですね、表面の方はやはり柄がはっきりと出ているんですけれども、実はですね、こちらめくってみます。裏側、カメラさん映りますかね、裏側がですね、こう透け感があってうっすらと模様が浮かび上がる感じで落ち着いた雰囲気になるんです。で表側の生地ですとこのようにこうはっきりとしたね模様になるんですけど、色もね大変鮮やかな感じになるんですが、裏側部分を表として使っていただくとこのように落ち着いた雰囲気のある、うっすら模様が浮かび上がったタイプのマスクを作ることができます。でまた表の表情とね全然違いますので、ぜひね皆様もこのようにちょっと派手めな生地を選んで、裏側でおしゃれなマスクを作ってみてはいかがでしょうか。